19年前に東京三鷹市で同居する男性を殺害した疑いで重要指名手配されていた男が事件翌年の2006年に死亡していたことが分かった。2005年、三鷹市のアパートで居酒屋の副店長の長野和夫さん、当時53が殺害され、現金などが奪われた事件で、同居していた元暴力団組員の上地めぐみ栄容疑者が、殺人の疑いで重要指名手配されていた。警視庁は長年、有力な情報が得られないことから、上地容疑者が死亡している可能性があるとみて、改めて捜査したところ、事件の翌年の2006年に石川県加賀市の山中で見つかった自殺したとみられる男と、DNA 型や指紋が一致したという。